こんにちは。今日はラトビアに来てます。めっちゃ簡単に言うけど、実際19時間ぐらいかかって、そっから今バルミエラっていう地域に来てるんですけど、空港からも2時間ぐらいかかって結構遠かったです。なんでバルミエラに来てるかっていうと、まずバルミエラっていうチームがラトビアで1位のチームなんですけど、俺がもともとそこにいて、で今俺が日本にいた時から可愛がってる選手たちがいるんで、そいつらに会いに来て、しかも明後日に試合もあるんで、まあ、ちょっと今日明日明後日の試合までの、まあ、海外選手の過ごし方だったり、まあ、その選手たちの対談とかも撮っていくんで、楽しみにしてください。完全密着みたいなのをちょっとやらせていただくんで、で今日着いて早速なんですけど、レストランに来てます。こいつらが祝ってくれるみたいなんで、映りますよ、もちろん。とりあえず今日明日明後日とよろしくお願いします。お願いします。外人っぽいね。だ英語喋れてんじゃん。村英語喋ってよ、なんか。Thank you しか言えないやついるよな。ちなみに今この明るさで9時の40分です。デザート食わ。キッチンクローズしちゃったよ。サッとサッとサッとね、悲しいね。すいません、ごちそうさまでした。いやいやいや、いつもお世話になって。あ、本当に。確かにラトビアまでね来ちゃったからね。確かに。ちなみにこの明るさで10時10分ぐらいもう行ってます。時間感覚狂うね。マジで狂うよね、これ。うん。昼飯食べやすいよね、これ。マジでたまにぼーっとしてたら9時過ぎてる。チームが家を借りてくれてたんですけど、結構いい部屋なんですよね。お風呂。で、ここはキッチン。で、ここにベッド、テレビで、ここ寝る場所。こんないい家ありがとうございます、本当に。じゃあとりあえず一旦また明日よろしくお願いします。はい、また明日しっかり寝ないとね。11時には。あ、じゃあ起こしに行くわ。おやすみ。おやすみなさい。バイバイ。朝9時半、あいつらに LINE してもまだ帰ってきない、多分寝てるんで散歩してます。暇なんでスーパーマーケットに来ました。俺もラトビア住んでたんで懐かしいですね。今もうヨーロッパの人はマスクは一切してないですね。皆さん果物とかこんな感じで売ってあります。野菜とかも。やっと村から連絡が来て、これ村ん家なんですけど着きました。あれは大輔ん家です。あいつまだ寝てるんで後で起こしに行きます。おはようございます。寝癖やばい。今日は割と早く起きてる方なんじゃないでしょうか。
いや、いつも通り。これは村の家です。狭いです、非常に。いやいや、一人で十分やろ。これ全部収録。本当だ、一人には十分。ほんまや。収納にあれ使いすぎやな。何も入ってないや。ちゃんと料理してんの村。昨日料理したもんな。村、試合前はどうやって過ごすん？試合前？うん。え、試合の前日ってこと？そう、今日前日やん。マジでいつも通り。マジでいつも通り。とりあえずじゃあ一旦台起きたら昼飯食い行こう。そうだ。うん。村と大輔んちは歩いて5秒ぐらいのところにあります。これ大地です。起こしに行きます。あ、いた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 。窓から見てます。おはようございます。おはようございます。これは大輔んちです。俺もここも一人で住んでますね。だいぶいい、いい生活してそうですね。いいやん、ありのまま見せろよ。村んちよりちょっと大きいって感じかな。まあ大輔の方が先に来てるからな。いやでもこれ一人は本当十分やな。これ俺が持ってきてあげました、日本から。バーモンドカレー。ちなみにこの香水はマジでいい匂いなんで、あんま教えたくないけど、やばいね。うん、これ1ミリオン。モテるね。モテるよ、女性から。本当に1ミリオンのこれか、1ミリオンのラッキーってやつが。俺はラッキーのを使ってるんですけど、今からチームが提携してるレストランに行くんですけど、なんかヨーロッパはこれがめっちゃ流行ってて、適当に借りて適当にその辺に乗り捨てていいらしいです。あったかくなってきたんで、これでそのチームのレストランまで行きます。いい、いいね。行こう。ヘルメットも別にいらないんでしょ。いいね。着きました。懐かしい、パセディさん。チームメイト飯食ってました。なんかこうやってなんかいろいろチキンとかポテトあるんですけど、この中から選べます。これいうの無料で食えます。すごい美味しそうなパンケーキ。試合前だね。糖質を取った方がいいんでね。そう、糖質。糖質大事。頭はあんなくなっちゃうから。ちょっとレベルアップ。時間があるので、そう、時間があるのでインタビュー動画撮ってます。撮ってんの？結局何もしてません。リアルよね。リアルよね。リアルよね。あの変に見せないでね。これがリアルです。俺が一人だと思ったエグい。マジで。この状態で普通に 2,3 時間は平気に。本当もうこのずーっとこれ。あっという間に練習まで2時間になりましたね。今回のゲームは6時からなので、それに合わせて今日は6時から練習みたいです。試合前じゃなかったらジムとか行ってたでしょ。さすがにね。ジムで体動かすよ、それ。これから練習に行きます。やっと来ました。チームメイトが迎えに来てくれてますね。えい、アウビウス、タイヨーティブルラトビア代表。No, just say こんにちは。こんにちは。Yes。 バルミエラの
ジムです。ここにジムとかミーティングルームがあります。これがバルミューダのニュージムです。めちゃくちゃ整ってますね。いい感じ。いいスタジアムやね。はい。写真撮影でしょ。明日の試合会場ですね。ニュースタジアム。5年ぶりにここ使うらしい。マジで。写真撮影してますね。なんかラトビアはこうなんか片面のあれが多いんですよね。このボールいけんの？いいボール。いい感じ？いい感じ？もういい。もういい？頼みました。とりあえず前日練習終わりです。終わり。から飯？飯だね。来い！来い！そうやな。いいよ。大丈夫でしょ。いただきます。大丈夫そう。明日雨降るから、ね、確かにそれも結構変わってくるね。芝根、ね。ああ、いい感じ。気持ちいい。毎回試合前これあの2人体制でやってんの？うん。へえ。めっちゃたまにない日ある。うん、でも基本あるんだ、うん。なんで来てないのこれ。中旬チャンネル見てます。明日見せてな。うん、でも早く帰んないと。うん、早く帰んないと。10時半ぐらいに寝るかも。あ、そうだな。試合前はさすがに早く寝る。また明日ね。 See you tomorrow。 昼の11時くらいです。雨降ったみたいですね。今めっちゃちょっとだけ降ってるんですけど、今からカフェに行こうと思います。試合当日寝れましたよく。寝た。今日はあの勝って夜家帰ってパーティーするところまで収めて終わりたいんで、よろしくお願いします。負けたらパーティーしないから。雨大丈夫かな。何やるか分かんない。確かに大点取るよ。お前は頑張る。村は足俺はどこで出るか分かんないから、その全部やっといて。ミーティング
あいにくの大雨や。大雨や。最高のコンディション。スライディングいっぱいできるね、ほら。お昼ご飯の時間です。村お前テキーラ飲んだん？なんでこうやってテキーラ飲んでる人いるの？彼はコロンビア代表らしいです。メナ。メナ。メナ。コロンビアンスター。スター。コロンビアンスター。そう、塩分あの汗で出るから。そうだね、炭水化物多めの飯しっかり考えてるね。結構塩がすごい。に塩がカチカチなんだけど、テキーラを添えて。今日寒いから力体温めて喉から、ね、なんか昨日から俺の飯も来てる。俺出ないのに食ってばっかりで、もう見る方も体力つくから。確かに俺今日声出すし、あのサポーターのさ、真ん中で声出してる。おじちゃんだけど。スーパーに来ました。今日は勝ったらパーティーやるんで、それの買い出しに。勝ったら俺がご馳走して、負けたらこいつらが払います。結構勝ったな。やばいね。これはモチベーションでしかない。確かに。これやばい。これやばい。あ、俺の誕生日ケーキ。あー、食べたいな。買って俺が買ったら瞬間自分で食う。全然いい。全然いい。自分であれ開くスタイルだな。あいにくの天候やな。Hey guys, play for the party and for your future, eh? 優しいや。ここやばくね？Atcerās arī šodien programmiņā īpaši ieskast tam, kas agrāk ir noticis Daļņos, bet tas ir no distances, un jā, jāsit no distances. Šādos laikapstākļos Raimunds Krolis arī to saprot. Izprocēt šo spēlētāju uz otro pārkāpumu, bet tagad Auda doda savā uzvarkumā, pietuvojas soda laukumā, Mulim Bāšējus. Nu, īsti nesaņem bumbu, pietiekam labi, bet šeit to! Jaunzemes, kurš tagad atgūst bumbu labajā flangā, Jaunzemes
spēlē uz priekšu pa labi un tur tagad aizgājas Čirbils Geis, jauzam cels sodlāk, un var dot gar vārtiem, sīties vienāk iespēju, nu šeit pavēcas Audai! Un kā var saist līdzjotējs, kur izelpo, pēc tev atkal ielpo, pēc tev atkal izelpo, jo neizdodas būt vārds Čibrilam game divās epizodēs. Tā, sakarīšu, ka tev tikko pieteiktās tālās piespēles izmantot un šādā veidā kaut ko organizēt. Un tagad, kur... Nu tā ilgi, ilgi... Un jā, tomēr ir bumba vārdos Raimonds Trollis! Gods spēlējušam, un tā, un rezultāts ir 1-0 Valmieras līdzītēji Gavilē. Valīgs Rojas kārtīgi nospiedis sodlaukumā, bet redzam tagad uzbrukumu no paša sāku. Krolis piespēl, kur sodlaukumā tiek nebūmas Valmieriešu jaunzēms. Pauzē jaunzēms, mēģina piespēlēt spriek. Un kas formāti var papēdīti? Nu šī ir Daila! Veicīga līta, bet emocijas ir visu pirms. Fabrisson Blā nebija glābējis, nebija glābējis arī. Visi aizpēlē, un tagad Krollis! Blokē šis sitiens, bet kaut ko te ir klāt, jo kaut kas sodlaukumā uz sitienu un vārstās! Nu, kas par atmosfēru, mīļie draugi! Šeit Valmieras! Varbūt dos, es lāk, man vēl tagad galotnē, bet tagad Mena, Mena šodien plus no rezultātas vietokļa, Mena sodlaukumā, Mena! Iesities, ka esi kaut gan, bet tagad gan ir, un ir 3 pret 0! Gan, bet tagad gan ir!帰ってパーティーしよう。1年に1回だよ。確かに。早くシャワー浴びてきてよ。 今日あれパーティーあるかあんま食わなくていいよ。そうだよ。密着がすぎる。ないよ。マジで元選手だからやれる。はい。勝利の飯。あんま食うな、あんま食うな、パーティーを起こすから。マジであんま腹減ってない。帰宅。今からパーティーを行います。 でか。でかいね。マジで。か、なんか。とりあえず。乾杯。とりあえず。調子いいなことしてね。グッドウィンだったね。あんま飲まない普段ね。ビールをいっぱいぐらいは。うん、でもね。うまい村。うん、すごい。久々に飲んだ。 いや、いい密着動画撮れたわ。よかった。本当にありがとうございましたね。素晴らしかった。実際、マジ今日俺見てて、まず俺が送った選手たちが、ああいうところでやってて、お前とかめっちゃ入れて喜んでたりとかさ、ほら、あんま冷静だけど。 いや、マジでああいうの見ててすげえ嬉しかったし、ちょっと戻りたくなったしさ。マジで今それ言おうとしたんだけど、本当にもう今だったらやめなかった。マジでやめなかった。ただやるってなると、まあいろいろ
辞めてからもいいことももちろんあるし、でも本気でそれも捨ててまでもう一回やりたいって思った今日マジで。だからこれは辞めたやつにしか分からんけど、確かに。だから辞めれないっていうのある。そうだから、今さ俺も結局社会人サッカーとかやってるけど、まあもちろんそれには趣味なりの楽しさがあるんだけど、やっぱ本気で自分が点取ったり勝ったら上行ける試合とか、ああいう白熱した試合をの中の辛いじゃん、辛い体とかさ、これ自分が活躍できなかったら上行けない、自分どこまで行けるんだろうとか思うのが辛いんだけど、でもそれがマジでいい、実際本気の。今日しかもね、今日はね結構本当に熱い試合だったから、熱い試合だった、えぐい。俺もしかしたら全部やめてやってるかもしれない28からの逆襲あるね。うん、いやー来てよかったわ、ね、うん、素晴らしい思い出が知れてて、いやマジでそれな、配偶がすごいよ本当に。このまあ一応俺からバレミラ多分日本人初なんだけど、でやってこの2人もやって、まあ、絶対どっか移籍するだろうから、これあの次お願いします。でまあ2人も本当にこっからマジで上行くんで見ててください。じゃあ最後2人の目標とかなんかあれば。じゃあ村から。俺は目標っていうか、まあ俊くんも言ってたけど、うん、その辞めた立場からすると多分羨ましい部分もあると思うし、うん、まあ、それは俺はね、一回辞めかけた時期もあったから本気で、でまあそういう大輔とのつながりから俊くんとつながってっていう、まあ、本当にたまたま出会ってなんかその機会を大切にしたいと思うし、まあ、目標っていうか俺はとりあえずなんか毎日をその楽しむ、まあ、海外に住んでることも全員が、ね、あの経験できるわけじゃないから、その一日一日を楽しむこともそうだし、もちろんサッカーの試合も本気のぶつかり合い、本気でやってるわけだけど、その中でも楽しむっていうのを目標じゃないけど、まあ、意識して。そうね、やっぱり上に行けるとかそういうのがあるサッカーってマジで全然違うから、セミプロフェッショナルだとしても、でもそれにばっか思い詰めるとマジ全員が上に行けるわけじゃないから辛いじゃん。でももちろん目指すんだけど、だからその村みたいな考えもめちゃくちゃいいかもね。真剣プラス楽しみながらやるって言ったのも苦がなくていける、いい感じでいけるかもね。とにかく楽しい。大俺は今の話聞いてて、まあ、ちょっと俺はその上に行きたい行きたいがまあ、ちょっと強すぎるから、いやいやいや、まあ、そういう、俺もそうだったよ俺もそうだったよ悩みなんか思い詰める時期も あ,、うん、あるね。特に去年とか言っとこうかな。じゃあここで言っとけ。コロナが流行った時期あったじゃん、うん、あの時に俺2030年に、うん、のワールドカップに出たいっていうのを掲げたいの、うん、自分の中で、うん、それ難しいな、そうしたいなっていう、いやなんていうの、そうなりたい、そうなりたいためにこれからまた結果残して、そうね、新しい環境に身を置いたりすると思うけど、そこでまた頑張ってどんどん上に行けたらなとは思ってます。あのラトビアからやったれマジでないからあるクオリティ持ってるからこいつ、本当に本当に2人のこと見といてください。これから YouTube 始めるから、それも見ながら本当チェックしといてください。まあ俺らがいなくなった後もなんかバルミエラに常に一人は日本人みたいな、ね、そうだね、そうだ、うん、いやでも結構この2人に比べるとハードル高くなるぞ。バルミエラも日本人あのよく扱われるからみんなのおかげで、みんな優しいし、そうだね、本当に本当に。ちょっとこれ見て俺いけるわってやつご連絡ください。そして周りにもなんかいたらおすすめとかしてください。夏か冬とりあえずどっちか帰ってきた時にサッカーのなんかシュートとかドリブルだったり
まあ多分移籍するから、その時もまたこの2人がいる国とかに行ってこういうの取れたらなと思うんで、それもお楽しみください。次俺あのオランダ行ってまた違う動画撮ってくるんで、そっちも楽しみにしてください。どっちが先に上がるか分かんないけどとりあえずありがとうございました。本当にこっから優勝しちゃってください。せーの、バイバーイ。